扇の紙の上に菊が複数の花を咲かせ、緑の葉と茎とともに金地の背景の前に際立つ江戸時代の作品。1743年に尾形乾山が描いた菊図。江戸時代の中期に活躍した琳派の巨匠尾形乾山の落款とサインの左では金色に輝く字が平坦な印象を与える。その上に緑色の葉っぱが葉脈を詳しく表現され、さらに暗い緑色を示す面と明るい緑色を示す面とを区別して表現され、明暗の変化を作り出しています。加えて菊は小さな花びらの輪郭を墨の線で描き、その上に白と薄い緑の色をかけ、花は葉っぱの向こうや手前に配置され、また重ねて表されることで画面内に奥行きを感じさせるモチーフとなっています。